昨夜7時前、中郷福島店は静かにシャッターを下ろし、146年の長い歴史が幕を閉じました。ちっちゃい頃、もう4、50年ぐらい前なんですけど、この大町の方の、中郷の方で、お母さんと一緒に、母親と一緒にこう遊園地で遊んだという記憶がありますね。今までありがとうございましたというそれだけですかね、はい、寂しいですね、やっぱりね、福島のシンボルですからね、中郷がね。閉店から一夜明け、シンボルを失った福島駅前には寂しげな雰囲気が残っていました。昨日閉店した中郷、今日は早くも荷物の運び出しが行われています。中郷の入る辰巳屋ビルは2年後の2022年に取り壊される予定ですが、それまでのビルの活用方法はまだ決まっていません。一方、中郷に入っていたテナントの一部は再スタートを切ろうとしています。こちらの婦人服店は中郷から600メートルほど離れた並木通りに店舗を移転。今月5日の開店に向けて、昨日の営業終了後から引っ越し作業を進めていました。中郷さんでの開店以来、お客様が来てくださって不安も増えてたところだったので、それはちょっと残念でした。とりあえずはチャレンジしようということで、スタッフ一同少しずつ、お客様とともにお店を作っていくというような気持ちでおります。福島市によりますと、中郷のテナントはこの店を含む20店舗ほどが市内で営業を続けるということです。